中村舞です。待ってた。こんばんはこんばんは。どうもお疲れもありがとう。皆さん明日はお話し会ですよ。ありがとうございます。毎日アイドル復活してる。そう、復活しました、毎日アイドル今日復活した。そうなの、多分15分やったら表示される。そうなの、復活した。おめでとう、ありがとう復活いたしました。ありがとうございます。剣もそう戻ってくる。剣も増えてた、休んだ分だけ。そうなの。乾杯。ハートありがとうございます。明日お願いします。明日よろしくお願いします。楽しみ。1時間目からです。1,2,3,4,5,6 6時間目まであるんですけども、はい、待ってます。わ、初見さんもありがとうございます。すごい嬉しい。 FNS を見て好きになりました。中村舞ですありがとうございます。ハートありがとう。雪もありがとう。ありがとうございます。嬉しい。バスタイム。そう、今日はお風呂場にいます。そうなんですよ。ありがとう。まとめ髪、確かに私さ、いつもまとめ髪してるからさ、だからさ、なんかこう下ろした時にさ、なんかこう学校とかでさ、いつも髪くくってる子が休日に下ろしててドキッとするみたいな、なんかそういう効果ないですかねないかなと思ってるんですけど、なんか学校とかでさ、女の子とかがいつも髪くくってて、でも休日に会った時にこう下ろしてて、うわ、なんかいつもと雰囲気違うみたいな、そういうあの現象、その現象を私も起こしたい起こしたい。でもあの割と配信はいつも下ろしてるから、そう、そんなに起きない。乙女髪を驚いた。あーん、あーん、あーんポニーテールをほどいた君を見たでしょ。ありがとうございます。Qさん計算してると、いや、あるじゃんそういう現象。なんかなかったですか、あのこう学校、私おろしヘアダメだったんで、みんな髪が長い子は絶対になんかくくらないといけなかったんですけど、なんか休日に会った時に下ろしてる姿を見た時、あ、なんか全然雰囲気違うみたいな、ちょっとその現象結構好きなんですよね私も起きたいその現象。制服カラーの私服、あー、ちょっとなんかないかなそういうの、私いろんなの着てるしねギャップってやつ、それや、それそれです。
カップリングの君は表とは違うよね、みんなが知らない顔に胸がときめいた。普段からメガネかけときますか。やだ、絶対やだ、そんなのやだ、メガネ似合わんの。お疲れた方ありがとうございます。やってた。いろんな Q さん見すぎて他にあるか。あるよ。何に頭つけてるの、これ？これ洗面台に今頭をね頭の側面をピタッとさせて配信しています。はい、そう、これ洗面台、ほら、あ、ちょっとなんか裏側、洗面台の裏側、なんか頭がね、人間の部位で一番重たいじゃないですか。だから頭を常に支えとかないとね。なんか響く、なんかね、そうエコーかかるの、ちょっと自然にね。床冷たくない？冷たくない、なんでなんだろう、お尻があったかいあったかいよ、お尻から広がる熱。床暖じゃないよ。あの人よりも暖かい。ん？これ床暖じゃない床暖じゃない、読み方ヒゲ暖みたいだねってヒゲ暖さんの曲めっちゃ好き。ブォー、ありがとうございます。凍りついた心には太陽を、そしてサイレント、サイレントね、サイレント見てたんだけど、見てたっていうかめっちゃ溜めてるんだって。あのもう本当に第5話ぐらいまで見てずっと溜めたまんま。そうなんや。もう最終回か。まだ1話しか見てない。いや、このまだ1話しか見てないって人この間もおったよ。進んでないじゃろ。8話まで見たよ。お、結構進んでる。私と同じように止まってる人がいる。うん、まあ初見さんありがとうございました。中村舞です。見てないって人もいる。いやね、ちょっとね、ネタバレー
頑張って情報入れないようにしてるんですよ、まだ見てないから。でも、もう入ってくるんですよね、なんかそのなんか自然と。結構あの放送終わった後にこうなんかトレンドとかにこう入って、サイレントいつもで、なんかね切り抜きとかもねめっちゃ出てきたりするんですよ、 TikTok とかも。なんかそうちょっとあーってなって頑張って見ないようにしてるんですよ。まだあの見ようと思ってるんで。本当にありがとうございます。全部一気見スタイル。でもなんか一気見したらさ結構燃え尽き症候群になるんだよね私私さすぐに燃え尽き症候群になるの。感情難しい。めっちゃ可愛い、ありがとう。最近はねスパイファミリーをね、最新話までは見たくないんですよ。まだ最新話よりも2個前か1個前ぐらいの話まで見て、でまだ自分にはストックがある、見るストックがあるんだぞって思いながら、2話分ぐらいずつ貯めながら見てます。こう頑張って最新話まではいかずになんかちょっと余らせときたいんですよ。まだまだ私は見れるみたいな気持ちにさせたくて、最新話を見てしまうと気になってしまった時が困るんでそう最終回は困りますね。困ります、困ります。わかる？だからそう、なんか見てない話を2話分ぐらい貯めてる。楽しみ要素を取っておく。独特かいね。スパイファミリー結構ねそう更新されてるよ、見てるよ。あ、クモありがとうございます。アーニャのモノマネできますか？マーニャピーニャッツが好き全然似てないもはや誰って感じ。アーニャピーナッツが好き。あ、ヨルさんのモノマネ、アーニャさんどう？アーニャさん全然似てないな。ロイドさん似てないか。もうなんか癖強い。似てないって言われるな。あ、ロイドさんのモノマネだったよ。あーにゃーどう？ちょっともたれかかりすぎて。似てないって言われる。こんな似てない人珍しい。嘘。ヨルさんちょっと似てる。でもヨルさん、ヨルさん。あざざます、頑張ります。チチー、はーにゃさんダメだ、もう私にモノマネはできません。かわいい、ありがとうございます。ヨルさんは胡蝶忍さんですよね。私でも見てないんですけど、何ですっけ、鬼滅。
一緒ですね。あとかけ狂いのジャバミユメコもそうだ。あ、592日、戻った。もうすぐ600日なんだね。FNS で紹介してく、え、そうなの、そうなの、そうなの、ナレーターっていうんですかね、あの、そうそう、嬉しい。急に日数が増えた、そうなんです。未来から来ました、中村舞です、こんばんは。ギシギシ言うちょっと この場が、あのね、この度ホヤの缶詰を売ることになりましたあのホヤって皆さん知ってますか？あの海のパイナップルと呼ばれるホヤなんですけども、そのホヤの缶詰をですね、あのおきちゃんとそして私でそれぞれなんかあの缶詰のねデザインがありまして、でねそれぞれね、そう、あの販売することになったんです。ホヤ知ってる？食べたことありますか？ホヤ、食べたことない。私も割と最近まで食べたことなかったので初ホヤだったんですけど、ホヤイベント行きます。あ、本当ですか？ホヤイベントがね、そう急遽ちょっと結構急だったんですけど決まりましてですね、12月19日の月曜日なんですけど、お昼にあります。で18日からの販売になるんですけど、18日はその何ですか、ツアーがあるんですけど、ツアーのところで販売して、19日は販売イベントがありまして、で20日からはネット販売にもなります。お腹鳴った、にゃかすい。あ、サイリウムありがとう。そう、ネット販売もございますので、皆さんよかったらあ、タコありがとうございます。私的にホヤはなんか調理したいなって思うんですけど、一個やりたい調理法があって、ホヤのアヒージョ、これ美味しそうだなと思って、ちょっと家に帰ったらホヤのアヒージョ作ってみたい。なんかね、ホヤってなんか私最初貝だと思ってたんですよ、貝の種類だと思ってたんですけど貝じゃなかったんですよね。なんかホヤはホヤなんですよ、もうホヤはホヤ。アヒージョめっちゃなんか美味しそう、合いそうだよね。もうなんかホヤは結構酢の物にして食べたりされるらしいんですけど、ちょっと私はアヒージョが好きなのでホヤはアヒージョにしたい。あ、貝じゃないの。でもね、貝っぽい感じもする、若干ね。なんていうんかね、あれ難しい。ホヤはホヤらしい。水分多い？え、水分そんなに感じんかも。なんか歯ごたえ、なんて言ったらいいんだろうね。初めて見た。なんかオレンジっぽい、赤っぽい、オレンジ赤みたいな色してる。
結構大きいね、こうゴツゴツな感じの、そう形してます。ウニみたいな、うん、いやこれはね、まるまるみたいであんま例えられん。ホヤはホヤなんやってみんなホヤはホヤ。でもなんか私は最初貝類だとちょっと間違えてたので、貝類に近いのかな、そうでもないかな。もうホヤとかさ売ってないからさ、そんな食べたことなかった。ヒージュにしたらいいと思ったのはなんで？なんか食べたんですけど、ホヤを、なんかあの歯ごたえの感じと、なんかちょっと貝っぽいなって最初思ったので、なんか海鮮のアヒージョとか美味しいじゃないですか。なんかそれでアヒージョ美味しそうだな、アヒージョにしたら美味しそうだな。どうなんだろう、合うのか分かんないやけどなんかやってみたら美味しそう。ホヤ貝だと思ってた。わかる、ホヤ貝っぽいよね貝じゃないんだよ。美味しそうだよね。ねえ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 、ありがとうございます。いやちょっとね、ホヤがちょっと限定1000個って書いてあって、ちょっと私もその情報をネットで知ったんですけど、あの今日ネットで知って、あの初めて、こんな缶詰できてびっくりしたと思って、そう書いたんですよ絵を。で限定1000個ちょっと頑張ります結構あるね。なんか私もでも18宮城県行くんですけど、そこで多分19かなに出会います、ホヤと。ありがとうございます。衝撃的そうだよね。おや、30巻に1つの確率でサインが入ってる。そうなんですよ、30巻に1ってことは30分の1ってこと？サイン書いた？いやまだ書いてないから、もうこれからだよ、これからもうだから、もうほやほやのサインサインもほやほや。あの缶詰に書く。くまありがとう。19日？うん？19日。もうなんかね、日数がわからなくなってきた。今日はあの洗濯をしに行きました。あのホテルのコインランドリーに洗濯しに行った。
ネットには入れずにもうワイルドに洗ってきな。かわいい洗濯に。いいや、もう洗濯機に洗濯へ。いや、メンバー遭遇してないよ。みんなあれかな、いっぱい持ってきてたのかな。私あんまり持ってこないんだよね。キャリーに入らないのが悩みなんだけど。ありがとう。歌唱力のドラさんユニットに期待。そう、歌唱力ドラさんでユニット出ます。3人で。ちょっと私すごく不安で、もう頑張ります。ちょっと頑張るって言ってもまだ何にも決まってなくって。そうなんですよね。どんな風になるのかが分かんない。歌とか全然決まってないんです。私多分3人で会わないと練習ね、しないとだし。多分そう、曲表題じゃない、課題曲から多分選ぶんだと思うんだけど。ありがとう。菜の花？え？ STU の曲？なんかアイドル系の曲ね、ないんだよね、あの歌唱力の課題曲の中に。でも3人のは分かんない。ユニット名は、STU ドラさん。決めてないだけ。3人の曲。難しいね。そう、あの今回が初なのでちょっと私もよく分かってないんですけど、まあマジでちょっと頑張ります。溶け込めるように。10分だよ。あと10分なの？リード誰？分からんけど、まあね、ソラハが誘ってくれたんですよ。ソラハがあの STU ドラさんで出ようよみたいな感じで誘ってくれて。そうで、私はちょっと今年歌唱力出ない方向だったので、そうちょっと迷ったんですけど、もうドラさんということで、まあ、なんか楽しめたらいいなと思いまして一緒に出ることにしました。タコありがとう。頑張ります。で、出ない理由はいろいろあるんですけど、なんかいろいろちょっとありましてね。尊いありがとうございます。
ボイパに挑戦あ、私ボイパしよこうか。あ、確かにね、ちょっと二人に歌ってもらってボイパ。ありあり、声変わりだから。違うよ、声変わりだからじゃないよ違うよ。ジジイありがとう。ボイパー、そう、ボイスパーカッション役の中村舞です。おきちゃんはおたまトーンでソラハンに歌ってもらおう。3人歌唱力、歌唱力ならぬボイパ力とおたま力。え、でもちょっと私ハモールとかあんましたことないんで結構大変ですね、もしそうなったら。頑張ります。メインでいい？いや、メイン歌っててハモリ歌われたらハモリに行くよあの、みんなが歌ってる方に行くから。私はそうだよ。釣られます。ケイさんありがとうございます。中村舞です。ドヤ顔したハートありがとうございます。皆さん明日はパシフィコ横浜ですので、幕張には行かないように気をつけてくださいね、来られる方はパシフィコ横浜です。ありがとう、気をつけてきてください。明日はそう、サンタ、なんか今日あれ見たわ。横浜ってさ、なんかさ、すごい近未来的な乗り物があって、なんかすごい街中になんかあの空中のなんだっけ、あれなんて言うんだっけ、あ、そう、ロープウェイだ、ロープウェイがあってね、そう、すごい、もうあれなんてことだ。そう、なんかああいうのってなんか海地にもあるやん。いや、なんか山にあるもんだと思ってたの、登るためにあるみたいな。え、なんかさ、平行移動結構してない、あれ、あれ、登るん、あれ登るもんなん？私も乗りたい、あれ。え、すごい、すごいやつ。あの、え、あのなんかね、観覧車とかあるところ。ありがとうございます。
すごい、移動するだけ？登らないって、え、すごいよ。なんかすごいって思いながら語彙力ないけど、うわすごいって思いながら今日来ました。誰のくしゃみ？誰でしょう？わかりやすくない？今の誰のくしゃみか。結構わかりやすそう。目で会話した。いや、あの壁なんです。このお風呂場で配信しているという。すごい、みんなもう、ちほちゃん、ちほちゃん、ちほちゃん。58分？ちょっと待って、男女用バンドね。そう、あの毎日2人部屋です。男女用ボ、くまねパパさん、消化道弁当さん、刀剣太郎くんさん、松さん、りょんきゅうさん、まゆうたみさん、ぽくれんぱさらんさん、広島コーパセリさん、きなぺこさん、みーさん、トールさん、うまちゃんさん、タロスさん、ありがとうございます。おやすみなさい、おやすみなさいませ。お腹が鳴ってるなおやすみなさいませ。また明日。お腹鳴ってる、グルグルグルって言った、恥ずかしい。聞こえた？仏の顔しとこ。何も鳴ってないですよ。おやすみ、おやすみ。また明日。バイバーイ、またねー、おやーキュースミー。